こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はセブンイレブン限定のスーパーマリオ一番くじを引いてきました。やったー。こちらが、引いた結果の商品になります。 F 賞2個と G 賞、そして E 賞のエコバッグをゲットしました。すごいすごい。全部購入する意義を言い出す。ドキドキしますよ。それでは、G 賞のこれはバスタオル、タオルコレクションって書いてありますね。をちょっと1個開封してみたいと思います。パッケージのデザインは、任天堂64の時の、ソフトの箱ですねのデザインになってます。まあ、非常にちょっとおしゃれですね。ちょっと1個開けてみます。どこから開けるのか、これはそれではちょっと開けてみたいと思います。じゃじゃじゃん。やったー。おー、スーパーマリオ64のデザインですね。おー、なんかサラサラしてる。とってもなんかサラサラしていて、ちょっとなんか手拭いたりするのにちょっと使いやすそうな感じです。それでは、他のちょっとおやつも開けてみたいと思いますが、ちょっと動画長くなりそうなので、徐々にちょっと開けていきながら、動画アップしていきたいと思います。今回はちょっとこれで動画の方を終わりにします。この動画を見て良かったと思ったらいい人は、いいねをしてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。今回は、賞が多かったので、継続的に購入するいと思います。最後のラスト賞を狙うために、セブンイレブンにと、手決めいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いね。